がついて、大悟さんこんばんは。いつも学びある配信ありがとうございます。44歳独身、実家暮らしです。役員として自治会に携わることになりました。わ、大変そうですね。が、昔に比べて会員数は少なくなりました。住宅が増えても入会する方は少なく、高齢化や、面倒という理由で再開される方もいます。自治会は不要という考え方もわかる一方で、されていくことにも寂しく感じています。現代における自治会のメリット、デメリットなど、大悟さんの見解をお聞きしたいです。IT 化で負担を減らし、みんなが楽しめに自治会作りをしたいと思っていますことなんですが、まずなんですけども、コミュニティの概念が変わっちゃったんですよ。昔ってコミュニティって近くに住んでる人イコールコミュニティだったんです。だから例えば分かりやすい例で言うと、近くに住んでる人と仲良くなるんですよ。で、近くに住んでる人と仲良くなることによって、遠くに住んでる親とかと仲いいよりも幸福度が上がっちゃうんですね。で、これは確かにあるんです。よく会う人と仲いいってことの方が、めったに会わない親戚とか親とかよりも幸福度に対しては貢献する。これは当然なんです。だから昔は自治会とかみんなが近くにいる人とコミュニティを作るっていうのが大事だったんですが、ネットができて、特に SNS が登場してからは、この状態って大きく、変わってしまいまして、SNS ができると、例えば自分のその趣味のコミュニティとか、自分でそのコミュニティを作って好きなとこに会ったりすることができるわけです。で、もっと言うとスマホ開けばそこにコミュニティの一部があるわけですよ。だから正直嫌いな人とか会わない人もいる、ただ近くに住んでいるってだけで、できてたコミュニティって、ただ昔は SNS がないから人と会わないってコミュニティに入れないんですよ。だから近場の方が楽だよねっていうメリットがあっただけなんですね。これ今はもともと自治会が持っていたほぼ全てのメリットを、例えば手軽さにおいても SNS が上ですよね。自分と仲良くなるというか、仲良くなって幸せになれるような趣味が合う人と会えるっていうのは SNS とかの方が上ですよね。っていう風に、オンラインのコミュニティが、その昔からあったコミュニティのメリットを全部持ってっちゃったんで、正直ね、自治会のメリットはないと思います、今は。あるんだけれども、それは他のものでもっと手軽に選べちゃうんですよ。だからあんまり意味がなくて、一方でデメリットとしては、コストがかかる。例えばわざわざ集まったりとか、で、特に意味のなく集まるじゃないですか。じゃあゴルフに行こうよとか、ご飯一緒に食べに行こうよって友達と今すぐ連絡取ったら会えるじゃないですか。こんだけ手軽な時代なのに、月に一回だから集まってなんかよくわからない、なんかその予算とかもあるからよくわかんないところで会話してみたいになってくると、めんどくさいじゃないですか。だから正直、ないと思いますね。だからその、家の近くとか、ローカルな範囲内での自治会の意味はないと思います。だったら違うなんかコミュニティとかを運営すればいいと思うんで、これ自治会っていう考え方自体がもう多分、ネットができてからは意味がないものになっちゃってるんじゃないかなと思います。ファックスみたいなもんですよ。だってメールができてから、ファックスって皆さん使う必要あります？ないですよね。だってさ、ファックスの方がさ、送られてくるときいなくちゃいけないし、紙とかインクなくなったら変えなくちゃいけないし、めんどくさいじゃないですか、送るのも。でもメールだったらピッと送れるし、保存できるし、形残るし、いいじゃないですか。メールとファックスのメリットデメリット教えてくださいって言われても、いやいや、メールが 100% 勝つでしょ、すべてにおいてって話なんで、多分自治会はこうなっちゃってると思うので、なくなるもんだと思います。形は変わって、コミュニティとしては違う形で残るかもしれないけど、今までの自治会っていうのを残すっていうのは結構無理があると思いますね。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは。